こんにちは、タツです。今回はコンフォートホテル佐賀に宿泊しました。コンフォートホテルって日本全国ありますけど、どんなイメージあります？それで左側に見えているのが JR 佐賀駅です。もう目の前です。エントランスがですね、ものすごく綺麗だったんです。これは期待持てそうですね。初めてです。ありがとうございます。では簡単にご説明をさせていただきます。朝食でございますが、こちらの会場で無料でご用意しておりまして、はい、お時間6時30分から9時30分までの間でご利用いただいてまいっております。ただいま感染症対策といたしまして、会場に入られる際のアルコール消毒と、はい、席をお立ちになる際のマスクの着用をお願いしております。はい、またビュッフェ形式でございますので、お取り分けの際にビニール手袋をご用意しておりますので、ご着用の上お取り分けをお願いしております。ご協力お願いいたします。はい、あとウェルカムドリンクサービスございます。レモンウォーターと、こちら壁際のホットコーヒーとサーバーがございまして、はい、深夜の12時までご自由にご利用いただけます。お部屋にもお持ちいただけますので、はい、付きでご利用ください。はい、ありがとうございます。はい、あと最後ナイトウェアでございますが、はい、お部屋に設置しておりませんので、もしご利用の際はこちらモニター様からお持ちいただけますようお願いします。はい、わかりました。お待たせいたしました。5階の部屋でございます。はい、お待たせいたしました。お部屋に行く前にコーヒーをいただきました。少し仕事があったんで、お部屋でコーヒーを飲みながら仕事しようとしました。最近無料のコーヒーサービスのあるホテル多くなってきましたね。ほんと助かります。何度も言いますけど、めっちゃコーヒー飲みます。嬉しいサービスです。ちょっと前までお部屋に粉のコーヒーとか置いてあったとこ多かったんですけどね。ローミングインとかが始めたんでしょうか。お部屋に向かってます。こちらのホテルはエレベーターが2機、いろいろな注意事項とかが書いてありました。やっぱりコロナ対策とか多いですね。エレベーターはちょっと古さを感じました。これエレベーターが賢くないと朝渋滞するんですよね。注意です。はい、到着しました。お部屋の感じはこんな感じです。ベッドは非常に広いですね。大きいベッドで、クロスも新しいかな、かなり綺麗な感じで、整備されてる感じがします。それで、とりあえずお部屋の、中を、紹介したいと思います。はい、説明にあった通りで、こちらのガウンは、下でもらいました。で、空気清浄機あります。水は入れてくださいってことですね。眺望の方は、まあ目の前にホテルじゃないや、建物があるんで、なかなかうんって感じですね。でこちらがあれですかね、読書灯ですかね。こういうのついてるの珍しいですね。あと、時計とフット、まあこちらが、ブックってこんな感じなんか。ギリギリ見えるかなって感じですね、暗いところで。で、電気と足元と、冷蔵庫。冷蔵庫も電気がついてないので、自分でつけてくださいね、ですね。最近入りのやつ。あ、こうか。ちょっと音がするんだ。まあまあ、ちょっと古いかな。で、テレビが、シャープの20インチぐらいの大きさのやつ。ちょっと最近のホテルにしてはちっちゃめ
ですね。あと、机が思ったより広くて普通に仕事ができそうです。で、 USB の、電源とコンセントがついてると、ちょっといい感じですね。ここのとこは仕事できますよって感じですね。なかなかおすすめかもわかりません。こんな感じです。で、カードキーがカードキーなんですけど、挿すとこがなくて普通に電気タイプのとこでした。で、エアコンはダイキンの、ちょっと設備が若干古いんかな。まあ最初からあったホテルなんでしょうね。新幹線が来たぐらいできたんかな、もしかしたら。で、お風呂がユニットバスでこんな感じ、ちょっと狭めですね。で、トイレも若干古めの感じで、改修はしてるみたいなんですけど。で、ここは大浴場がついてないので、こちらでお風呂入ります。で、ボディウォッシュ、コンディショナー、シャンプーということで、こちらが、花王ですね。メーカー花王です。昔ながらのユニットバスで、ヒゲ剃り、歯ブラシとブラシがついてます。ということで、ちょっと時間あるんで、ゆっくり仕事はしたいと思います。で、最近のに珍しく普通の蛍光灯の色、明るいですけど、ちょっと冷たい感じはします。ゆっくりしてってねっていうよりも、仕事しても大丈夫だよ的な空気を感じますね。よいしょ。で、ドライヤーはこちらにあって、カップと紅茶、煎茶と、ケトルがあります。で、下にコーヒーメーカーがあって、夜まで飲めるよというんで、もらってきました。こちらは便利です。で、 Wi-Fi も自由に使っていいよということで、テレビ画面をご覧くださいということで、テレビがおということで、ちょっと画面がちっちゃいかなという感じですんで、それだけ。特段私テレビ見ないんで全然問題ないですけどね。ということです。じゃあゆっくりしたいと思います。今23時9分になりました。もう夜遅いんで、そろそろ寝ようかと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。今6時31分になりました。朝ごはんがですね、もうそろそろ、始まってますんで、行きたいと思います。でもそのままチェックアウトして、今日仕事に就こうかと思いますんで、それでは向かいます。ホテルなんですけど、大きなベッドでゆっくり寝ることができました。で、最近これぐらいのベッドが標準なんですかね。まあ狭いとこもありますけど、シングルで、安くで出してるとことか、ここの値段の割に、広いベッドと朝食がついてるということで、結構サービスはよろしいかと思います。朝食の方向かいますんで、よろしくお願いします。行ってきます。それで開店直後なんですけど、もうすでに並んでました。手の消毒をして手袋をします。朝はオレンジジュースからということで、オレンジジュースをいただきました。お皿はお盆に乗せるタイプでなく、プレートタイプ。まあお皿もいろいろ増えなくて、こちらもいいですかね。やっぱり無料というだけあって、種類はそんなには多くないです。
まあ無料ですからね、贅沢は言えないし助かります。それで今取っているのが麻婆豆腐なんです。なんで麻婆豆腐なのかちょっと不思議に思いました。パンはですね、菓子パンのようなものが、6種類、種類は豊富でした。コンビニとかで並んでるような感じのパンが多かったです。ミネストローネスープもあったのでいただきました。この手袋なんですけど、時間かけると取れにくくなってしまいます。まずはスクランブルエッグをいただきました。いつも通りといった感じですね。パンはですね、これチョコクリームパンかなんかだったと思います。そしてなぜかあった麻婆豆腐。麻婆豆腐朝出すホテルって結構珍しいですよね。そしてこれがクリームディニッシュだったと思います。パンはですね、ごく普通のパンでした。ということで、ごちそうさまでしたということで、もう出る準備をします。まだですね、外真っ暗ですね。九州の朝は遅いです。夏至の時なんか7時半ぐらいまで暗かったと思います。これ北海道の人が来たらきっとびっくりしますよ。ご視聴ありがとうございました。もし少しでも気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録お願いいたします。励みになります。